今日は簡単に作れるしらす丼作っていきます。で、使用するのはもちろんしらす、バター、オリーブオイル、醤油でいいそうです。まずはバターを適当な大きさに切ります。ご飯を入れたらこの真ん中にちょっとくぼみを作って、このバターを入れていきます。はい、こんな感じですね。それにしらすを乗せていく。しらすで埋め尽くされました。いつもしらす丼作るときはばあちゃん、醤油はゆずポン酢みたいに使うんですけど、ちょっと今日はこの鶴見塩、美味しい醤油、これを入れていきます。あとはこれにオリーブオイルかけていきます。はい、ではかけます。よし、はい、今日のご飯です。いつもと違ったしらす丼を作ってみました。さあ、何が違うのでしょうか。なんか見た感じも違ってます。